みなさんこんにちは。สวัสดีค่ะ。ひらがなネットでタイ料理教室をしているエドです。今回は大人気のトムヤムクンの簡単な作り方を紹介します。ぜひ一緒に作りましょう。まずはしめじの石突きを取って手で分けます。しいたけは4等分に切ります。トマトは半分に切ります。トムヤムセットを準備します。トムヤムセットが入っているのはレモングラス、コブミカンの葉っぱ、カー、玉ねぎです。タイのスーパーにはトムヤムセットが売っています。レモングラスは3センチくらいに切ります。斜めに薄く切っても大丈夫です。棒で叩きます。棒で叩くとレモングラスのいい香りが出やすくなります。薄切りにします。皮は剥かなくても大丈夫です。赤玉ねぎは皮を剥いて包丁または棒で潰します。コブミカンの葉っぱは真ん中の筋を取ります。唐辛子は輪切りにします。または棒で叩いても大丈夫です。パクチーは根を取ります。捨てないでスープにも入れます。1センチに切ります。レモンを絞っておきます。エビの皮を剥きます。背わたを取ります。鍋にお水を入れて中火にかけます。トムヤムセットを入れます。コクが欲しい方はコンソメを入れてください。パクチーの根も入れます。沸騰したらしめじとしいたけを入れます。トマトも入れます。しめじとしいたけに火が通ったらエビを入れます。エビは火が通りやすいのですぐに火を止めます。味付けします。唐辛子、レモン汁とナンプラーはとりあえず同じ量を入れます。牛乳またはココナッツミルクを使う人もいます。タイではチリペーストを使いますが、今回はアレンジで日本のスーパーに売ってるラー油を使います。量はお好みです。タイのチリペーストを使いたい方はタイのスーパーにも売っています。よく混ぜます。スープを注ぎます。パクチーをのせて完成です。いかがでしたか？ご飯と食べるだけではなくて、スープの中に春雨、ビーフンなど入れても美味しいです。ぜひ作ってみてください。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。